皆さんこんにちは。私花森ゆみりがとにかく幸せになるべく都内の開運スポットを巡る街角開運ブラゆみ。リアクの白石遥です。この神社にどういうご利益があるか知ってますか？出世とか、仕事運とかあるんじゃないですか？実は縁結びでも有名なの。ひばりちゃんといえばじゃないですか。縁結び、あの人とね、あの人と。ここでしっかりお参りしましょう。何をお願いしたんですか？言わないよ。何をお願いしたんですか？気になります。気になります。じゃん、この子知ってます。もうこちらにします。2人が訪れたのは開運カフェタートルディ。そうなんですか。楽しい。こんなところだろう。なんだろう。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。来た、あったかったね。開運の味。開運の味。どんな味？私初めてなんですよ。そうなんですか。すごい。今日は何を担当に聞きます？お仕事運を、はい、お願いします。はい、10、11、12月が結構ね、うん、で、1、2、3月すごく、いや頑張ろう。私見てよかったのがすごいドキドキして花森さん、まず最初に、はい、うん、先生の言葉に真剣に耳を傾けるゆみりちゃん。本当に笑わないになれちゃったけど。お願いしたのかって、仕事、うん、恋愛成就かな。どっちだと思う？